流蔵院は、広島県広島市東区、牛田東三丁目にある高野山新言宗の寺院。広島新四国88カ所令状26番。牛、田山流蔵院とも、日本初のチベット仏教僧院である、流蔵院、デプン五万学堂日本別院の所在地だったことでも、知られる。換気店を本尊とする。天正17年2月26日、毛利テル元が、 牛田山を通った際に、優先の中から換気点が出現したという逸話が、この寺院の起源とされる。以来、毛利家では換気点を代々の事物としたという。幾度かの移転を経て、昭和初期に現在地に落ち着く。毎月1日、16日が本尊の縁日となり、高野山真言宗の伝統に則っ,った供養が行われる。チベット仏教の交流活動を担っていた。 文樹市理大城仏教会が2001年に拠点を広島県に移して以来来日チベット像の滞在活動拠点を流蔵院が提供するようになったその縁で2004年7月にはチベット仏教ゲルク派のデプン大僧院付属五万学堂の日本別院である流蔵院デプン五万学堂日本別院が創設されたそのため院には 五万学堂から選抜されたチベット像が来日して、常駐し、日々、チベット仏教の根業と交流活動に努めている。2019年8月には、交流のある体制員の支援のもと、同じ広島市内の振興員へと、総員機能が移された。ありがとうございます。